レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。レバレッジ投資丸3年理解したドルコスト平均法積み立て投資の弱点とはということでね、私は今年のね5月で株式投資丸3年レバレッジ投資丸3年を超えたということにね、なるんですけれど、投資を始めた当初っていうのはね、ドルコスト平均法もしくは一括投資どちらがいいんだなんていうね、論争もあったりして、結局今の風潮っていうのはドルコスト平均法最高などとね言われておりますけれどね、そこにはね実は弱点もあるんですよということで、今日はねその弱点どのようにね補強していけばレバレッジ投資もしくはね資産形成していけるのかどうかというところをね、皆さんと情報共有していきたいと思います。それではスタートです。モッピーのポイントは現金に変わる。皆さんポイ活してますかということで、モッピー登録ねまだされていない方は説明欄にモッピー登録用の URL 貼ってありますのでね、登録してください。完全無料です。完全無料でモッピー登録したんだから、モッピーで1円も使わずにザクザクとポイントをゲットしていきましょうということで、第2の収入ポイ活副業するより楽というね動画の方を作成しております。こちらの方も説明欄に URL 貼ってありますので確認していただいてね、バンバンポイントでゲットしていってください。ドルコスト平均法積み立て投資の弱点ということで、まずドルコスト平均法というのは何ですかということで、時間と資金を分散させ資産を構築していく方法ですよということでね、株価とドル円為替ですね、こちらも同時に分散させていきますということで、コツ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 ね株価が上がろうが為替が変動しようが関係なくね、毎月一定的に購入していくというね方法なんですよね。この利点は何かということでね考えていきますと、利点は2つあります。まず積立投資完了まで、積立するだけで目標が達成できるということでね、何もね難しいこと考える必要がないんですよ。一番初めにどの商品を購入するのかまずこれ決めます。そしてその後毎月いくら購入するのか決めます。証券会社さんでそれ設定します。あとは毎月そのお金を、証券会社に入れて、ほったらかしにしていくと。クレジットカード積み立てなどを設定しておけばね、あとは勝手にね、毎月毎月ね、お給料から天引きされていくような感じで、どん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 とね、毎月ね、何の手間もね、かけることなく、積み立てがね、継続していくということになってくるんですよね。ただし、弱点は何か？それは時間がかかりすぎるんですよ、ということで、S&P500 などはね、15年から20年間、積み立て保有でほぼね、暴落が来ても元本終わらないチート投資信託に成長します。ですけれど、成長するのにね、15年から20年かかっちゃうんですよというね、これが弱点ですよね。長すぎるということで、大抵のね、投資家がアメリカ、日本合わせてですよ、この投資信託、保有期間4年前後ということで、毎年毎年ね、徐々にですけれど、保有期間っていうのはね、長くなっている傾向にはあるんですけれど、それでも4年ですよ。15年から20年間経たないとね、チート投資信託に成長しないね、S&P500、4年では太刀打ちできないということですね。そして、ドルコスト平均法、積み立て投資の方がね、好まれる理由2つ目ということで、簡単にチャレンジできるわけですよね。資金が少ない投資家はドルコスト平均法を好みます。なんでか、資金が少なくても成立するからですと。資金が少ない投資家が夢見る投資法ということになるわけなんですよね。もう、要は手持ちの資金で運用できると。3000円しか毎月入金できない人は3000円でいけるわけですよね。なんか投資って聞くとね、なんか何百万とか何千万とかなければスタートできないと思ってる方がね、大多数いてるということなんですけれども、蓋を開けてみればね、別に S&P500 毎月100円以上。1円単位で購入できていくということがありますからね、100円以上ですと、別に100円ずつ積み立てていってもいいわけですよね。ということなんで、資金が少ない投資家でもね、スタートすることがね、できて、ね、そして15年、20年経ったら、生活の足しになるというふうにね、思っていくわけですよね。ですけれど、現実は4年前後で脱落と
いうことに、ね、なるわけです。なんでか、4年前後ではね、ドルコスト平均法では結果が見えてこないんですよね。コツ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 と S&P500 でもオールカントリーでもいいんですけれどね、積み上げていって、でも、まあ、積み上げていってるその1000円か3000円か5000円か1万円か3万円か5万円か分かりませんけれど、それは積み上がっていってるんですけれど、なんかこのまま本当に15年、20年積み立てていたとしてもね、老後不安解消できるぐらいまで成長するのかというのがね、まだ4年では見えてこないんですよね。4年ぐらいやっててね、結果が見えてこないと投資家っていうのは不安になって継続できないということになってしまいます。そういう時に暴落がガーンと来てね、元本割れてしまった暁には、おいおいこれほんまに大丈夫かということでね、まあ株価の暴落で元本割れてる時に売却、これ損切りですよね。もしくは、やっとプラスに戻った、やれやれ売りで。利確なんていうふうにね、まあなってしまうということですよね。じゃあね、結果、資金の少ない人が資産形成していくためにはどうしたらいいんだという行き着いた先がこれですよ。レバレッジ投資とドルコスト平均法の組み合わせ、ハイブリッド戦略がおすすめということで、まあ、私のチャンネルはね、このチャンネルを立ち上げた当初からハイブリッド戦略していきましょうというふうに言ってるんですけれども、まあ、最近の人はね、知らないかなと。そらそうですね。私がレバナス積み立てやめましたから、私はレバナス積み立てをやめてるんでね、まあハイブリッド戦略ではなくなってるんで、まあ最近ハイブリッド戦略のことを言ってないですけれど、これはね、めちゃめちゃおすすめですよということで、まずね、まあ資金が月5万円積み立てできるというね、ことで考えていきます。これはもうお手持ちの資金をね、分割していただければいいということでね、まずね、毎月ね、5万円積み立てするね、余剰資金があるならば月1万円NISAで積み立ててくださいということで、おすすめ商品はファングプラスかナスダック100か S&P500 の投資信託、為替ヘッジなしにしてくださいということでね。まあ、なんでこのあたりがおすすめなのかと言いますと、全部ね、積み立て投資枠で購入できると。要は成長投資枠しか使えない M7 とかになってきますと、240万までしかね、毎年毎年積み立てていってだとしても5年間1200万円で頭打ちになってしまうわけですよね。あとの600万別の商品を買わないといけないなんていうことになるんで、まあ1800万円ぐらいの枠のNISAということで考えていきますとね、まあ1800万円同一商品で埋め切った方がその後の利確などね、吸っていくときにまあ、やりやすいんじゃないかというふうに思いますので、埋めれるのが理想ということになりますんで、まあそうなってくるとね、まあファングプラス、ナスダック100、S&P500 などになってくると、まあ別にオールカントリーでもいいですけれどね、ということで、ただオールカントリーって結果、内訳見たら 60% はアメリカの株式なんで、だったら別に S&P500 でいいんじゃないかというふうにね、考えてるわけですね。残りの4万円というのはね、暴落貯金として貯金していてくださいということです。そして速度が 90% したら暴落貯金全突っ込みということでね、暴落っていつが暴落がわからないとかっていう人いるんですけれど、簡単です。速度が 90% 下落したら突っ込みましょうということで、そして 90% 下落した時に突っ込んだ速度が10倍になれば利確、利確後はNISAに入金ということでね、今ニュースさ、ファングプラス選んでるのか、ナスダック100選んでるのか、S&P500 選んでるのかわかりませんけれども、まあ、その選んだ商品たちに入金していくということですね。ただ入金するタイミングっていうのはね、実はあるんで、まあ、そのあたりのことは、まあ、メンバーシップにね入っていただければ事細かく説明はしますけれどということで、まあ、ここはね大雑把ということでNISAに入金すると。そしてねここまで来れば毎月1万円のね積み立てはもうストップしましょうと。おそらく 90% 下落した速度にいくら入金できてるのか人それぞれ違うと思いますけれども、まあうまくいけばね360万円ぐらいになっている可能性があるということですよね。30万入金して10倍になれば300万ということですから、そこから税金を引かれたとしても220万、まあ1年間の成長投資枠ぐらいは埋めれるぐらいの資金は手に入れているというふうにね、考えておりますので、もうこうなってくるとね、毎月1万円のね、積み立てなんていうのはストップして、毎月5万円。暴落資金に回していくということですね。まず速度、
こちらで利確したやつは NISA 枠、1800万円、しっかりとね埋めていただいて、このね、3600万円埋めれるのが理想というのは、これ夫婦2人でね、まあ、NISA を埋めた時ということにね、なっておりますので、まあ、1800万ね、さっさと埋めてしまうと、あとはこの繰り返しをしていけばいいだけですよというね、ことになってきます。立て続けに2回暴落来てくれれば資産倍増しているので投資やめないということで、さっきのね、積み立て投資を始めて4年ぐらい経ってもあんまりね、利益が乗らないな、あ、暴落来た、元本割れたということでね、なんか先が見えないんで投資っていうのはやめていく人たちが多いんですけれど、成功が目に見えてると投資家は嬉しくなってね、今まで5万入金してた、なんとか6万入金しようか、なんていう風にね、なってくるわけですよ。こうなってくると投資は継続できるということですね。で、エソクル、2022年、約ですけれど 90% 下落が来ております。2023年、約ですけれど 50% 下落が来ております。そして今年2024年も 66% 下落が来ているということなんで、まあなかなかね、正直な話、90% 下落が来るまでね、待てないという方もいてると思うんですよ。ですけれどね、これを見ていただければわかるように、ソクルっていうのはね、毎年 50% 以上の下落が最近はね、立て続けに来ているということなんですよ。ということは、これ、毎年利確プラスNISA入金目指す大チャンスじゃないかということでね、50% 以上の下落で買い始めればどうですかということですね。これだと今のところ、毎年利確、そしてNISA入金できるということにね、なってきますんで、まあ、50% 下落したときはね、10倍まではね、なかなかなりません。ですけれどね、100% 上昇とかね、130% 上昇とかっていうのはね、簡単に取れるわけなんですよ。ということは、例えば30万円入金して、そして 130% 上昇が来た。そうすると、利益は税金引いても大体30万円ぐらい残るんじゃないかなと。その30万円はNISAに入金して、元本の30万円は次の年の、ソクルを購入する代金に充てると。そうすると来年は元本30万円プラス来年のソクルの暴落が来るまで毎月4万円ずつね、入金してる入金額も合わさっていく。こうなってくると毎年毎年入金していくソクルを購入していく金額っていうのも増えていく、NISA に入金できる金額も増えていくということなんで、まあ 90% 下落っていうのはね、やはり10年に1回ぐらいのね暴落なのかなという気がしますけれど、まあソクルを使えばね、まあ10年に1回の暴落を待つ必要がなしと、まあ毎年ね購入して、そして決算できるんじゃないか、利確できるんじゃないかということになるわけですね。結論はドルコスト平均法、積み立て投資にしろ、ハイブリッド戦略にしろ、単純作業の繰り返しなんですよということで、テクニカル勉強しなくていいです。ファンダメンタル、毎日ニュース読まなくていいです。これがレバレッジ投資3年で理解したことということで、まあ、そらそうですね。積み立て投資、ドルコスト平均法、テクニカル必要ですか？ファンダメンタル必要ですか？ということでね、別にいらないですよね。毎月コツ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 と積み立てしていくだけですよね。私のこのハイブリッド戦略、どうですか？ソクルが 50% 下落したら買うだけですよね。そしてそこから 100%、130% 上昇したら売る。90% 以上の下落が来て、その時にソクルを購入できた人は10倍取れるチャンスということになりますからね。10倍の株価の差し値を設定して、そしてあとは売れるのをただひたすら待つだけということなんでね。要は資産を形成していくためには単純作業の繰り返し、これだけでいいんだということなんですよね。これが理解できた人っていうのは単純に資産を倍増させていけると、ね、ですから資産を構築した人たちが口を揃えて言うのは資産形成って簡単ですよねと、別に難しいことしてないですよねというわけですね。そらそうです。テクニカル、ファンダメンタル必要なし、単純作業の繰り返し。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。